私用意させていただきました。ありがとうございます。ひな祭り企画ということで、はい。あ、ちょっと待って、何だ、何だ、うさいく、うさいくじゃないよ、似合ってるから大丈夫。恥ずかしい、恥ずかしくない、恥ずかしいと思ったら恥ずかしいんだよ。だって似合わないもん。似合ってる、だいぶこういうこと、だいぶみんなコメントで似合ってるって書いてくれるから。雑じゃん。雑じゃない、こうやりきったもん勝ちだから。大丈夫、もうすぐね、撮ってよくなるから。そう、もうひな祭りの時だけだから。そうだよ、いいじゃん、こんなもん被れる機会ないかもしれないから。意外と意外と高いからこれ。でしょ、似合ってるよ。似合ってないよ、顔ちっちゃいから。全然大丈夫よ、まん丸だから顔の丸さが引き立つ。自分が思える似合ってるよね。自分が思える似合ってますか。もう私これ編集する時、あー嫌だなって思いながら編集しなきゃいけないんだよ。ありがとう、つかいい、はい、これ何するの。ひな祭りなんで、うん、こちらこれあのちょっと撮ってもらったら分かるんだけども、じゃらん、まあ、やっぱりこうひなあられね、うん、食べたい、食べたい、食べたいでしょ、食べたい。なんかひな祭りってそもそもなんかこう厄をこう避けるような、へえ、意味合いがあると。室町時代の時ぐらいからこう始まったものらしいですね、うん、へえ、美味しそう。でまあこういうひなあられとかね、こういったちょっと、まあ、ひな祭りに合わせた食べ物っていうのがあって、他にもあるんだけども、うん、用意してあるんだけども、うん、例えばここら辺ね、あー、ミカが食べたかったのこれ。なんだこれは。ゼリー。へぇ、玉ゼリー。玉ゼリーとかね、知らない。これ、ひしおこし。絶対知ってる。絶対言う。縁起悪。ひしおこし。そう、これをね、ただね、ただこのカツラかぶってむしゃむしゃ食うだけだと、うん、あんまり意味がないと。はぁ、あ、意味がないっていうか、あんまり何するん。思いまして、私、うん、こちら用意させていただきました。こちら、なんやこれ、なんやそれ、こちら用意させていただきました。何に使う、これでね、うん、二人羽織をしてもらってか、この見えない二人羽織っていうのは、まあ、後ろにいる人が箸を持って、前にいる人が目となる。ね、食べてんじゃん。ダメダメ、まだ食べちゃった。見て、サムライ。なんかね、ジャパニーズサムライ、ジャパニーズサムライ。これはこれでも難しいよね。これ難しい、だいぶ難しいと思う。でもここで梨みかんの意気投合いかにしてるか、うん、そうそう、結構さ最近ハモるじゃないですか。そう、会話してて、ね、サラサラいくかもしれない、うん、だからこれをね10粒ちょっとすくって食べていただきたい、うんうん、自信はあるよ、結構。私も自信あるよ、マジで。仲いいもん、うん、スロッチャーも、ひよこしもね、そうだね、挑戦していきたいと思います、うん、思います。やっていきましょう、ゴー、うん、はい、ということで準備ができたのでできました。やってもらいたいと思います、うん、まあ、後ろにいる方がまあ言わずとも分かると思いますけども、リランと、リランです。で、リランが基本的に皿を持って、箸を持って、これ結構なんてきつい、このひなあられをまあやると、はい、うん、はい、で、これを、そうそうそう、ちょっと食べさせていくと、うん、1粒目食べました、うん、さあ、2粒目、2粒目、おお、あ、むずい、難しいからね、いや、目が見えないからね。そこは、もうちょっと、もうちょっと、そこは指示してあげて、これ、みたちゃん、ね、あー、来た来た、もうちょっと上オッケー、意外とうまいな。1個目入った、1つ目が、あ、4つ、4つ目、あ、2つ同時、あ、5個あったよ、今もう5個？うん、ほら、6個目、うん、おお、普通にいけてますね、うん、お、でかいのいった、うん
つ目いった、うん、8個目はいやもうなんかもう9個目、うん、9個目はどうなる、うん、おーつかめないつかめない頑張れあ来たおい9時11個最後3つつかんでからの、うん、おらおまだいったうん、うん、なんかもうあまりにも自然にあれあまりにも自然に行き過ぎてるけど見えてんのかっていうぐらい、うん、次は違うのやってみるあまりにもうまくいきすぎちゃったのでじゃあこれあれですねじゃあミカちゃんが今度は後ろに行って今度はリランが食べてみる OK、うん、なんかリランがもう一仕事終えた感じになってますけどじゃあこれでも面白い、リランくんが前に来て、うん、で、後ろでミカちゃんが、操作するとOK、いうことになります。これかぶんないとね。そうですね。ちょっともう髪の毛出ちゃってますけど。まあまあいいでしょう。こんな感じね。よし。うん。さあ。怖い。さあ来た。ねえ、じゃあ人殺そうとしてるでしょ。ある意味ホラーですね。お皿持って。ある意味ホラーこれ。うん、いいね。OK。さあ食べていきます。一粒目から。探してる、探してる先端恐怖症、サップおおおお、食べれた一粒目食べれたんどうですか、お味はうん、二つ目食べれたこれ好きじゃないこれ好き、もう拷問みたいになっておっと、意外とうわ、吐きそう、吐きそう待って、ラストラストあーおーいきましたうまくないいやうまいですね2人ともねいやすんごいうまいけど なぜかリランがもう今にも死にそうな死にそうになってるんですけどどうしましたんですかねこれねこれひな祭りですようん寒いそんな拷問の日じゃないからねこれ苦手あこれ苦手だったの単純に、ね、単純に苦手だったんだこれ甘い甘いね甘い甘い確かに甘いなんかすごいこうあの座敷わらし的な感じで後ろにいますけども座敷わらしがなんかミカはね大好きこれもうさっきからねポリ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 ずっと食べてましたからね普通に、うん、普通に食べちゃってたじゃあこれミカちゃんがこれミカちゃんが食べたいって言ってた、うん、あのひな祭りなやつなのでこちらをじゃあこれ難しいでしょだって二人羽織でこれどうやって食べんのわかんないこれどなんかの生き物みたいな。でもあの顔なしのね妖精みたいな。うん、あ顔なしの妖精。謎ですけど。さあこれこれはゼリーが包まれてんのかな。さあえこの辺さ多分爪楊枝ピッてやって。あそうだよ。向けんじゃない。それだ。じゃあ爪楊枝持ってきます、ね。じゃあ私がさ、うん、こうやって爪楊枝。爪楊枝プツンとやって箸で取る。いいよ。じゃあ、はい、これチャレンジ、うん、これねこれをこれ、ねうん、多分プツンって刺すんだと思うの、うん、そしたらパツンとなるはずなるはずと、うん、なんでこれ輪ゴムついてんだろうねそうだね分かんない、誰かコメントで教えてください何その適当だからさあお皿を用意しましたので、はい、その中にこのゼリーを入れてもらって、うん、でまずは爪楊枝で二人羽織でプツンとやってね、うんうん、まあそこをね、ミスって爪楊枝を腕に刺さないようにと、うん、さあリラン君抱きついたミカちゃんに、うん、表現がなあれだ、うん、さあせーのあくたおせーのおプツンとなった割れたどうな、どうだミカちゃんはそこら辺は指示してください怖いよじゃあ動かさそうちゃんと奥まで入れよで離して違うな食べ方食べ方が違う食べ方違うな食べ方書いてないんかなこれえこれ歯でさかぶってやるんじゃなかったっけ歯で噛んで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 おおミカちゃんが歯で噛んだ怖っこれこれどうなってんだどうなってんだあお、え、破けた？どうなったんだこれは。ねえ、これ大変。何食べてんだろう。どうしたの？何って言った？これ風船だよ周り。え、風船。でも多分風船の、うん、
風船食べちゃった。風船食べちゃった。出して出して出して。もう飲んじゃった。これ大丈夫？食べ方完全に間違ってたんじゃない？食べんのこれ。わかんない。でも美味しいよ。あ、美味しい？これね、本当にこれ2人羽織なのこれが、うん、いや、もっと本当は大きいものを用意しなきゃいけなかったんだけども、あの、用意できずにね、そういう風になってしまう。うん、おう、ちゃんと割れてるからね、これね。割れてるの割れてるから、割って。あ、3つ3分割に なるからね、うん、顔それは私のスカートやばい。あ、ちゃんといけた。どうですか、おいしいですか。うん、おいしいんだけど、スカートの上すげえんだこれ。ボロボロとね、ボロボロとお腰がね、かぶってますからね。二人羽織というか、なんでしょう、なんかこう、あの、疲れ切った誰かが後ろになだれ込んで、なんか、もたれかかってるだけみたいになってるけど、ね、これ、お水飲みたいな。お水も二人羽織で飲ましてもらっていい。じゃあ、お水用意しますね。うん、お水来たよ。水の方を用意。ごめんね、手汚い。手洗ったよ、ちゃんと。あの、砂糖菓子で。砂糖菓子でね。はい、ミカちゃん。あ、水が来ました。あそこ。ね、おさあ、うん、飲み始めた。ちょっと、おっと、どうですか、飲めてますかね。の音がすごいする。音がすごいする。あー、もういい感じで、なんかニーボールに見える。でもうまいくない。うまい、うまい、なんかもう自然だもん。うん、いいよ、お疲れ。はい、そんなわけで、無事リニンバボリ成功と。イエーイ。え、いいやん。どうでしたか。いいじゃん、いいじゃん。もうスカートすっげえ汚いけど、いいじゃん。どうでした、リナンさん。どうでした。もうミカちゃんにの服を気にしながら、この可愛らしい服を、ね、気にしながら食べさせるの大変だった。あー、乱れないようにってことね。でもほら、なしみかんはやっぱりちゃんと息合ってるってことが証明できたと思います。だいぶ疲れてる。体勢がね、あとね、酸素がなくなってくるの、かぶって。だから机があるとことかでやったらまた別なんだろうね。あ、机 ね、うん、あ、ここにね、机がね。そう、あ、確かにね。ニニバーリ、今度カップラーメンとかでやってみる。あ、いいね。あ、ちゃあ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 っていう。危な。なんか生放送で2回ぐらいやったことあるけど、うん、あ、そう。でも上手い人は上手いし、下手な人は下手。へえ。今回はまあ上手かった。すごく。どうだった今回は。じゃあミカちゃん、ニンニンバオリのなんなんなら1個だけ言うと、私がすっげー下手だからね。あ、そう。むしろ、うん、あ、そう、そんな感じだった。めっちゃこぼしちゃう。わかんない。でも全部でかい粒できた、私の。でもつかみやすいって、全部でかい方の粒が。もうミカちゃんが下手かどうかより、リランが苦痛の顔を浮かべながら、もう、うわ、食べたくないっていう、あれでしたからね。砂糖のがたまに苦手だもん。まあそうだよね、甘いもん好きじゃないもんね。こういうなんか役がね、ポーンとこう離れていけばいいですよね。だって生放送でちゃんと、節分もやったし。やったやった。そうこれはもう服まみれじゃないでしょうか。服まみれ、うん、いい一年が過ごせそうです。あ、そう、ね、頑張ります。なしみかん、そう、なしみかんのオープニングとエンディングもちょっと作ろうかなって今思ってる、うん、あ、新しく、うん、あのビデオカメラが新しくなったので、なのでぜひ皆さん、これからのなしみかんも進化し続けますので、よろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、うん、最後までご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。お願いします。つけられかった。それではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。はーい。